こんばんは、渡辺かりんです。名古屋カセックスのお話の時間です。私はシルクのふんどしパンツを作っております。桜姫といって、日本初の、女性用ふんどしとして特許を取得した品です。可愛くて便利でおしゃれで、お手入れも簡単というところが認められて特許取得できました。でその品を使ってると、いろんなところが変わってくるというお声をいただきまして、私自身も変わったので、それで性のことについて探求して、それで分かったことをこうやってお話しさせていただいてます。日本はですね、セックスレス大国と言われてます。それも最もだと思うんですね。っていうのは、日本人の繊細で相手に思いやりがあって、目に見えない気を感じると、そういった繊細な体質に太平洋戦争後に広まってきた、そうですね、ポルノ映画とかアダルトビデオとかいうものに出てくる激しいピストン運動のああいう感じは、やってみると若さがある程度の若さとか、出会ったばかりの新鮮さとか好奇心とかが薄れていくと、だんだん体質に合わないなってことで、セックスとはそういうもんだったら、しなくてもいいかなということで、だんだん体力の衰えとか、家の中に他の家族、子供とか、ペットとか、集中できない環境とか、いろんなことを考えすると、今日はしなくてもいいかっていうのがずっと続いて、結局いつの間にかしないと決めたわけじゃないんだけど、いつの間にかセックスレスで歳月がたくさん流れてるっていうことが多いかと思います。それでですね、まずセックスっていうのは、お互いの男性の陽の気と女性の陰の気が交わり合って、統合して新たなエネルギーが生まれるという、そういう浄化と癒しの完璧なシステムですので、パートナーのいらっしゃる方は取り入れた方がいいかと思いますので、セックスレスでずっといるというのも、もったいないことじゃないかなと思いますので、できたら楽しみながら行うというわけですね。ただ楽しめないから行わないというわけです。それでですね、どうしたら楽しめるかということ提案なんですが、会議を開くということをぜひやっていただきたいと思います。お互いのセックスが向上するため の、 改善活動ですね。私は愛知県名古屋に住んでおりまして、某自動車の大手の会社がありまして、この辺一帯 の、 産業はですね、改善活動っていうのをやってると思います。私も若い時 OL でして、職場で改善活動とかいうので、よく提案いたしました。夫婦の間でも、より良い性の営みを続けていくためには、これは不可欠だと思います。こうすると相手が喜ぶかなと推し量らいながらやってても、いや実はずれてったり、好みが全然違ったりとか、
いうことがありますので、良かれと思ってあの男性の方は激しいピストン運動して頑張っても、受け取る女性側はそれはあの痛いだけで心地よさが全然ないから、まあでかといってそれを伝えるのが失礼な感じがするので、せっかく頑張ってくれてるのに水を差すのがあの申し訳ないってことで、あの苦痛を伝えずにひたすら早く終わるのを耐えて我慢すると、早く終わってほしいと思いながら過ごすと、そういう方もそういう女性も多いですので、あのお互いに何があのどんなことを希望しているか、あのどんなところがあの今までで受けた感じで良かったか、でここはこういうふうに変更してほしいとか、そういったことをですね、あの一度じっくり話し合っていただけたらと思います。あのそういうこと今までに話したことありますか？あの意外と話し合ってない方とか、なんかそういうことを話題にするのが恥ずかしいっていう方も見えますけど、あの恥ずかしいからといってお互いの、あの相手に願うことを伏せてずっといると、あのせっかくのねそういう性の営みの時間が十分生かされてないこと多いですので、腹を割って伝え合うっていうこと一とされるといいですよ。じゃあ今日はこの辺で、あの最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではまた、おやすみなさい。失礼します。